アメリカのスタートアップオープン AI が作った対話型 AI チャット GPT。 このチャット GPT が書いた本が今世界各地で登場、アマゾンなどで多数販売されているんです。 素人の私でも4時間で作れちゃいました。アメリカフロリダ州に住むカミルさんは、自分で作った本をすでに100部ほど販売。どうやって作っているんでしょうか。カミルさんが初めて作った本はベッドタイムストーリーズ、寝る前の子供に読み聞かせる絵本です。カミルさんはまずチャット GPT に子供に教えるべき価値観を提示するよう指示。まず最初に子供に教えるべき価値観を10個教えてとチャット GPT に聞きます。それで正直さなどを提示されるんです。その後正直さを題材にしてピンクのイルカが主人公の話を書いてとお願いするのです。チャット GPT が子供に教えるべきと提案した価値観は責任感、尊敬、優しさなど。次にそのテーマに沿った文章をチャット GPT に考えてもらうんです。そしてチャット GPT が作った物語がこちら。昔々アマゾンの奥地にロサという名前のピンクのイルカが暮らしていました。ある日ロサの仲間がお金が入った宝箱を見つけました。しかしロサは正直さが大切だと知っていたので、仲間を説得しお金を使わずに持ち主を探す旅に出ることにしたのです。最終的に持ち主が見つかりご褒美がもらえるこの物語、チャット GPT がわずか数分で書き上げましたが、子供に正直であることの大切さを伝えることができます。そして絵本に欠かせないものといえば挿絵ですが、使ったのはミッドジャーニーという画像生成 AI。 作りたい画像のイメージを文字で伝えると、それに合ったイラストを生成してくれる AI です。子供が興味を持つよう、動物の色はあえて現実世界とは異なる色で描くよう AI に指示しています。イルカですが青ではなくピンクです。変な色でしょ。トラは黄色ではなく緑です。変な色の動物が物語の主人公なんだと子供が理解しやすいようにしたんです。こうして出来上がった絵本。カミルさんはさらにアマゾンでの販売方法までチャット GPT に尋ね、販売に至りました。カミルさんはこの絵本のほかに大人向けの塗り絵も制作し販売。アマゾンの販売統計を調べてみると、大人向けの塗り絵が意外と売れていることが分かりました。それで売れている本は大人がクスッとくるような日常をテーマにした塗り絵が人気と分かったんです。だからそういう題材は何かとチャット GPT に聞いたんです。チャット GPT が示したのは、予期せぬ車のトラブルに組み立てが難しすぎる家具、猫を飼いすぎている人など。確かに大人にクスッとくる身近なテーマとなっています。本を書くことにはずっと興味がありましたが、どうやればいいのか全然分かりませんでした。でも AI を使うとそれができて、親子にとってとても価値あるものができました。カミルさんは今後もチャット GPT を使い本の制作を続けながら、
本を制作する方法を教えるビジネスも行いたいと言います。人々はいつも AI やロボットはクリエイティブではないと考えています。でも実際とてもクリエイティブなんです。クリエイティブって何だと思います？人間も実は新しいものを作るとき、それまで学んだことを掛け合わせて新しいアイデアを作ります。 AI がやっていることはそれと同じなんです。読者が楽しんでくれれば幸いです。急速に進化する AI 人工知能、今私たちの生活や働き方を一変させようとしています。今本当に添えているだけなんですが、スススッとハンドル右に切ってます。身近な SNS でも気軽に使える AI が登場。どうやったら恋人作れますかとかね、そういうのはやってみるよね。そうそうそう、やってみます。チャット GPT みたいなやつですよね。ネット検索するより絶対早いんで。 AI の進化を一気に加速させたのが話題の対話型 AI チャット GPT。 世界の巨大 IT 企業が集結するアメリカのシリコンバレーはチャット GPT の登場で熱狂していました。I think ChatGPT is, honestly, is changing the world. そんなチャット GPT を作ったのはアメリカのベンチャー、OpenAI。WBS はそのトップ、サム・アルトマン CEO の単独インタビューに成功。そこで語った AI の未来とは。We're already seeing the beginnings of this with ChatGPT.WBS 35周年特別版 AI 驚異の進化で一変する世界。